皆さんおはようございます。アイザーハヤトです。朝早くから失礼します。久しぶりにこのように動画撮ってます。今日は朝少し時間あるんで、いつもやってるモーニングルーティーンということで、朝起きて家を出るまでどんな感じで生活してるのかっていうのをビデオに収めたいと思います。ということで、まず朝起きてからはカーテン開けるって感じで、太陽の光を目ん玉に突っ込むということで、隣では奥さんがすやすや寝てるところです。そしたらね、この後やることをどんどんやっていきましょう。で、起きたら、そのまま体温と心拍を測ります。本当は寝ながらやってるんですけど、今日は座りながら測りたいと思います。心拍はアプローチで、体温は体温計で測ります。さっき朝起きて目ん玉に日光を突っ込むって言ったんですけど、直接の日光は突っ込めないので、朝起きたら大体ベランダに出て、外気温今日は気持ちいいなって思うのと、本当に目ん玉に太陽光を突っ込みます。ちょっとね、外はプライバシーなんで、ここの辺で勘弁してください。こんな感じで光合成しながら、今日も最高の一日にしようということで、毎日唱えています。目ん玉にね、日光入れ終わったら結構目覚めるんで、はい、テンションも上がってまいりました。朝起きたら濡れ髪いつも飲みます。これも本当にもう習慣、別にグルタミンじゃなくてもいいと思うんだけど、なんかアミノ酸取るとお腹がすごい活発になる感じするんで、便秘の人とかいいかもしれません。グルタミン飲んで元気出ました。今日はゴミの日なんで、ゴミを下に持ってそのままついでに散歩に行きます。いつもだいたい5分ぐらいですね。太陽光浴びて外の気温に触れながら歩いてます。ということで行ってきましょう。はい、ということで、まあ、なんでいきなりドライヤーしてるかっていうと、散歩行って帰ってきて、トイレして、体重測って、そのままシャワーに入っちゃってます。シャワーはね、もう一年中完全の冷水で入ります。そうするともう目ん玉がもうパキッと目覚めるということで、時間もね、もうそんな長く浴びてると死んじゃうんで、本当に30秒とか。それぐらいでもバーって浴びちゃって、体目覚めさせてっていう感じでございます。あと一応まあモーニングルーティーンと別の動画でナイトルーティーンって撮るんですけど、モーニングルーティーンがそのままナイトルーティーンになるんですよ。どういうことかっていうと、まあ、要は日光浴びるっていうことがモーニングルーティーンであり、そのままナイトルーティーンになるっていうところで、朝ちゃんと日光浴びとくことによって夜ちゃんと寝れるようになるっていうのがあるんで、朝起きたら太陽光浴びる、ご飯食べる、もうこれマジで大事なんで当たり前なんですけど、徹底してください。これからサプリメント作ってご飯食べていきましょう。シャワー浴びたら早速今日の準備をしていきます。で、まず大体一番最初にやることが、飲むサプリメントをケースに入れるということでございます。これは本当にもう日課なんで、まあ、今飲んでるのはこの CCD とアミコンと、これも変わらずなんですけど、塩と、あとね、全部の原料中からこのクエン酸飲むようにしてます。酸味があって飲みやすくなる感じ。サプリメントをまず作っていきたいと思います。ちなみに、わかる人はわかるかもしれないですけど、キッチンが変わってるんですよ。キッチンが変わってるってことは、引っ越したんですよね。新しいお家です。去年の11月ぐらいに引っ越しました。はい、OK。これをもう一個作ります。サプリメント作り終わったので、この後はね、お弁当を作っていきます。まあ、お弁当と同時に朝ごはん作っちゃう感じですね。で、まあちょっとこれ日によるんですけど、今日は弁当箱を3つ、こんな感じのやつを持っていきます。はい、最近なんかその弁当箱洗うのめんどくさくなってきたんで、でっかいタッパーに突っ込んでっていうのを最近はやってます。ただ今日はちょっと別々で持っていきます。はい、まずこれをレンチンしちゃってって感じかな。やっていきましょう。食べるものとかはもう超とシンプルに、これ鶏肉、あの低温調理したやつと、牛肉はこれね、焼きます。はい、であと卵、以上とシンプルに生活しましょう。さっきお弁当作るって言ったんですけど、ごめんなさい、先朝ごはん食べます。これはもう超気分です。今日は卵焼いていきます。
卵を割って、よいしょ。これは焼きます。もう朝はね、どれだけシンプルに生活するかっていうのがめちゃめちゃ重要なんで、朝お米炊くっていうか、夜炊いといたやつを全部こうやって皿に突っ込んでおいて、それを朝温めて食べるっていう感じですね。野菜を解凍しないといけないので、野菜を作ります。マジでちょっとズボラすぎて、こういう容器に冷凍のブロッコリーを、ここに、突っ込んで、これをね、こんな感じにします。はい。これ見えるかな、これ。ゴムのこのパッキンのやつ。これ穴開いてるんですよ。水をこう下から出せるっていう。ニトリで売ってます。はい。案件ではございません。ということで、朝ごはんの完成でーす。お米1杯、鶏胸、それなり、卵1個です。はい。これ量が日によって変わるんで、ちょっと今日はね、300ちょいぐらいかな。ではこれ食べてきます。ということで、朝ごはん食べ終わりました。めっちゃ元気になりました。朝ごはん食べ終わった後、いつもこういう容器に入ってるマルチビタミンとか、そういったものを全部一気に飲んじゃいます。これは前日の夜にもう準備しておくような感じなんで、何入ってるかとかはナイトルーティンをぜひ見てください。ごめんなさい、伝え忘れちゃったんですけど、いつも朝トレーニングするんですけど、今日は2回ご飯食べて、朝とお昼食べてからトレーニングするんで、今日は弁当が牛肉になります。なんでさっき見せた、これね。これは今日調理してからやっていきます。いつも朝牛肉食べて行っちゃうんですけど、いつもとちょっと今日違うんで、今日はこんな感じで動画撮ってます。はい。さっきレンチンしたご飯と牛肉と、あとはトレーニング後とかをこういう鶏肉、これを食べるので、これらを今度また料理していきたいと思います。料理というか、焼くだけです。はい。すき焼きパーティー。これをね、焼いていきましょう。いつもはなんかブロック肉を切って食べるんですけど、赤身のやつがグラム178円で売ってて、いつもより20円ぐらい使ったんで、これにしました。はい。冷凍してるやつもあと2パックあるんで、それを徐々に解凍して食べるって感じですね。よし。オッケー。来ました。牛肉弁当。牛肉の弁当を作っちゃってたんですけど、これ鶏胸だけ、鶏胸とご飯だけ、こっちは鶏胸とブロッコリーって感じですね。はい。トレーニング後も今は食べ物を食べてるようにしてて、トレーニング後野菜は取らずに、もうそのまま飯食うみたいな感じ。トレーニング終わって、グルタミンだけ飲んで、あとマルチビタミンか。なんかそういう小物系みたいなの飲んで、ちょっとダウンして、シャワー浴びて、飯食うみたいな流れで今はやってます。まあ、あとこれに冷凍ブロッコリー突っ込んで、食べる頃には解凍されてるかなっていう感じですね。今日はね、モーニングルーティーンというところで動画を撮らせていただきました。モーニングルーティーンは初めてかなというところなので、ぜひ参考になったよっていう方は、まあ、いいねボタンとかよろしくお願いします。やってることをまとめると、まず起きてからまず日の光を浴びます。カーテンもそうだし、ベランダに出て太陽光を直接覗き込んで目の玉に1個突っ込むっていうところでやってます。これちょっと話したかなと思うんですけど、まあ、このなんか朝しっかり起きるっていうことが夜しっかり寝るっていうその流れに繋がってくるので、特に朝起きてからの数十分間は結構大事にしてます。で、その後にアミノ酸系のサプリメントだけちょこっとだけ飲んで、そのまま散歩に行っちゃいます。散歩に関しては、週の半分以上は行くようにしてます。どうしてもちょっとそこは時間見ながらっていう感じになってしまうんですけど、なるべく行って、日光浴びながらっていう感じですね。で、まあ散歩行くときは、携帯とか持っていかずに、イヤホンとかもせずに、本当にもうそのまま移動するっていう感じです。で、まあトイレして、体重測ります。で、朝の体重、これが一番なんか参考になる体重なので、トレーニング前とかの体重よりも、朝起きて、おしっことか、まあ、うんちとかした後の体重っていうのを自分の体重として毎朝記録していきます。これは本当360日絶対に欠かさずやっていることになります。で、その時にはもう服脱いでるんで、そのままシャワーに入っちゃいます。冷水シャワーなんですけど、めっちゃ冷たいの浴びるんで、ずっと入ってられないんで、バーって浴びて、びしょびしょになって出てすぐタオルで拭くみたいな。そこでなんかシャキッと目覚めるような感じですね。で、そのままドライヤーして戻ってきてご飯食べるって
感じですね。で、ご飯食べたら弁当作る。まあそこはちょっと純不動な感じなんですけど、そんな感じです。そこら辺終わったら、あと歯磨いたりとか、服着替えたりとかなんで、もう別にその辺は見せるほどのものではないので、ちょっと割愛させていただきました。まあ朝起きてからはこんな感じで生活してるっていうのが少しでも参考になれば嬉しいです。どうしてもビルダーの場合は食事量がちょっと多くなったりとか、まあ弁当の数多くなったりするんで、まあなるべく手間が省けるように、自分の場合は1回で何回分も調理しちゃって、それを朝必要な分だけ取り入れるとか、料理は焼くだけとか、シンプルにしています。逆に凝ったものができないということなのかもしれませんね。はい。まあ少しでも参考になれば嬉しいです。この動画参考になったよって方は、ぜひいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。できます。